を描く姿勢は小儀式派の主要な特徴であり、ニーコンソウ主教がギリシャに合わせる形で導入した三本指のそれとは明確に異なる。ロシア正教会における小儀式派とは旧儀派、旧教徒旧儀式派、スタロベールとも呼ばれ、ニーコンソウ主教による方針霊改革を嫌って1666年以降にニーコンソー主教の率いる主流派から分離した。 諸教派の総称である。有効な聖職以外の存在を認める、司祭派及び、それを否定する無司祭派に対別される。古儀式派は、現在もロシア正教会の方針霊改革以前の古い祈祷様式を保持する。分離派教徒という呼称は、主流派教会側が使う別称であり、中立的な立場のものは使用しない。また、近年では、 主流派教会との関係改善に伴い、主流派教会に属する信徒、関係者も、分離派の名称を用いずに、古儀式派を用いる傾向がある。一方で、主流派ロシア正教会が、分離派という用語を使うことを止めたわけではなく、また、この用語は、古儀式派以外の様々なキリスト教教派に対しても、使用されている。ボリスとグレブは、 小儀式派にとっても聖人である。画像は14世紀の一魂。小儀式派は、ニーコンの改革以前に劣勢された聖人を認め、さらに貴族夫人、モローゾバ、長子祭、アバクーム等の彼ら独自の聖人も承認する。国家公認協会への改修を拒んだ小儀式派教徒への対処は、当初、税金を2倍払うなどの比較的軽いものだったが、 次第に拷問、処刑を含む迫害へと変わっていった。彼らの多くが、ウクライナ・シベリア・ロシア極東地域、ポーランド、ゾイ・バルト地域、ルーマニア・トルコ、新疆などに逃れた。ピョートル一世の治世で、激しい迫害が行われたが、エカテリーナ二世の下で緩和された。ただし、古儀式派信徒たちへの政府による、主流派ロシア正教会への改修の促進は、 続行された。1905年、ニコライ2世は、小儀式派を含む、主流派ロシア正教会以外の諸州派の活動を、公認した。ソビエト連邦成立後の彼らへの迫害は続き、レーニンの妻のナデジダ・クルプスカヤは、不能階級との闘争とはすなわち、小儀式派との闘争であるというテーゼを打ち出した。小儀式派は、聖職者だけではなく、 一般信徒までもが多数死亡することとなった。迫害及び飢餓が原因となり、ソ連時代も海外移住は続き、中国、アメリカ、ブラジル、ボリビア、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、日本などへ、小儀式派は移住、再移住した。現在、小儀式派の共同体は、ロシア、ベラルーシラトビア、リトアニア、エストニア、モルドバ、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、アルメニア、 グルジア、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、ブラジル、ボリビア、ドイツなどに存在している。近年になって古い方針例の形式、古い成果の研究などにおいて、古い礼拝様式を重んじる古儀式派とロシア正教会が協力する共同研究が行われる場面も出ており、双方向の交流も盛んになっている。一方、アルタイ地方の首都であるバルナウルには、 古儀式派の荘厳な建造物である教会も建設中である。18世紀、ニーコンの改革以前の聖職者が死に絶えた後、古儀式派は聖職者の存在を認める、司祭派とそれを否定する無司祭派に分岐した。19世紀中央に、ロシア正教古儀式派教会が、20世紀20年代に、ロシア個性教会が、 独自の主教を迎えて、聖職異界を持つに至り現在に至る。ポモールチ、フェドセイエフ地、礼拝道派、スパソフ地、ベグーヌイなど多くの教派が存在しており、かつてはさらに多数の教派が存在していた。主流派教会の流れを組む日本政教会の、神徒である、河又一英も、著書、イコンの道ビザンティンからロシアへ、 ビザンティンロシア施策の旅において、分離派などの表記、表現ではなく、小儀式派の用語を用いている。川又一英は、ビザンティンロシア施策の旅において、聖教徒であることを名乗った上で、ルーマニアのブゴビナに居住する、小儀式派と交流もしている。http://www.anti-raskol.ru スラッシュ。 ありがとうございます。